福井城の観光サイトによると、福井城は徳川家康の次男、初代福井藩主結城秀康が慶長11年1606年に築城し、約270年間17代にわたり越前松平家の繁栄の舞台となった名城。築城当時は高さ37メートル、4層5階の雄大な天守閣が建っていましたが、大火で焼失。現在では石垣と堀の一部だけが残るのみですが、広大な堀の姿からも当時の規模をうかがい知ることができますと書かれています。堀の周りを歩いて一周しました。堀の中にはたくさんの鯉が泳いでいました。亀も姿が見えました。堀のこちら側から本丸の方を見ると相当な距離があります。鉄砲や大筒などが一般化してない時の戦ではこの距離を攻めるのは大変だっただろうなぁと思いました。